ズームのねスーパーフルーク、これで釣っていきます。で、ブレーデッドラインを巻いたスピニングタックルにフロロカーボンリーダー、これは10パウンドなんですけれども、リーダーをつけて、40のオフセットフック、これにスーパーフルークをセットしています。本は広範囲にキャストして、バスがねこうベイトを追ってたり待ち構えられるような場所を中心に速いテンポで引いてきます。もう水面直下を連続でジャック、スピードをこう時折上げてやって、こう水面にこう飛び出させてやるのも効果的な場合がありますが、基本はまあ一定のリズムでコードを入れながら連続ジャックです。ここはね今川上のフィールドで、真ん中にチャンネルがちょっと深いチャンネルが入ってて、大きな岩がゴロゴロしてるんですけれども、まあ、そういうところにねついて餌を待ってるバスとか、まあ、浅瀬にこうベイトをね追い込んで食うようなバスにも効果的です。風が餌だと思って食ってきます。もう悪くないぞこれ。こんな感じです。ものすごいねエキサイティング釣りです。大好きです。まあこれ40ないぐらいですけど、あんな感じでね、もう本当に本気食いです。これは完全に、やばいと。うわ、でもそんなサイズはね、ナイス。ガシャもう40代ぐらいですけど元気なバス。ありがとう。うわ。うわ。うわ。ははそんなに。スーパービッグではないですけど。もうね、バイトも結構ね、様々なんですね。スパーンとね、水面を引っ張っていくような感じから、水中でね、もう、ガンとこう、押さえ込むような感じとかね。でもそれも目で見えない。
くかな。コンクリート数少ないではないです。いや、SR だな。これの SR だな。これがね、10本入りで、だいたい4ドル前後でね、こちらでは売られてます。で、もうどこの釣り具屋さんにも、ウォルマートで買いますスーパーフルークはね、店頭に置いてます。まあ、カラーはちょっと限られちゃいますけども、で僕はこのバブルガムピンクっていうのは、まあ、基本的にはどのフィールドでもあって、これは以前フルターカットさんっていう昔ねアメリカのトーナメントに出られて今日本で活躍されてますけど、そのフルターさんが取材の時にね使われてて、ものすごい見えるんですよ動きは、ね、ピンクって結構使わないっていう方いらっしゃるじゃないですか。ちょっと色が入ってるとか、やっぱグリパンとかウォーターメロンとかナチュラル系が使いたいっていう人が多いと思うんですけど、このねスーパーフルークに関しては絶対にね見えた方がいい。目で動きをちゃんと確認できる。どういう風に動いてるか、どのレンジに今ベイトがあるか、あと動きがね変になってないかっていうのを目で確認できる。使ってるとこういう風にフックポイントが出ちゃったりすると動きがね変なんですね、滑らかじゃなくて、そういうのがこの視認性のいいカラーだと一発で分かるみたいな。もうクリアウォーター、まあステインウォーター、マディもですね、別にこのピンクが一つで困ったことはないです。バスはね、躊躇なく食ってきますんで。まあカラーはね、ものすごいね、いろんなラインナップあるんですけれども、やっぱりこう視認性がいいカラーっていうのをこの釣りでは選ぶのが大切だと思います。どうしてもこのスピニングにブレイデッドライン巻いたタックルだと飛距離はね稼ぎやすいんですけれども、強い風が吹いた時にねやっぱラインが軽いのでこう煽られやすい風受けて、だからちょっとねそれでベイト浮きやすいんですね、水面に出やすくなっちゃうんで、そういうところはちょっと注意して、まあしっかり沈めてから動き始めさせるとか、ちょっとそういう工夫は必要ですけれども、基本的に僕はベイトタックルよりはこのブレーデッドラインを巻いた、スピニングタックルっていうのが、使いやすいと思います。でね、10ポンドリーダーを結んでおけばものすごいねスーパービッグ50を変える軽く超えるようなものすごい魚をかけない限りはそんなにね焦ってファイトする必要はない。もう40から45ぐらいだったらしっかり寄せれますし、やっぱこの釣りは、飛距離がすごい重要になってくるので、僕はスピニングタックルにブレードクラインでクドロカーボンリーダーをつけて使ってます。ダメだわこのスリッパ、スリッパでこの3本めっちゃ滑る。うわ